さあ、玉北湖到着。頭おかしいんじゃないの、これこもるとか。何これ。お、明るくなってる、よかった。でも、なんか営業中って書いてあるけど。すごい晴れてきた。はいはい、曲がります。バーエンドミラー見えるちゃんと。見えなくはないです。見やすいか見えやすくないかでいうと見やすくないんですよ。あ、そうなのかな、はい、でちょっとそのうち上に変えようかなと思って。やっぱりバーエンドで上向きって、うん、春田くんとこ上だよね、ストトリね。そう、上の方が見やすいよね絶対。まあそうだね、視線の移動は少ないね。でみんなこれ買って最初下向きにつけてるんだけど、やっぱ見にくいから上につけてる人が多い。うん、まあ見た目を下についてる方がかっこいいけどね。なんかいつもこの道通るというけど秩父っぽいよね。ここ秩父っぽいね。あー、お尻が痛くなってきたよ。え、そうなんだ。なっちゃった？ね、お嬢さんとか小屋さんはもうお尻が石のように硬いからもう何乗っても大丈夫なんだよ。あれでしょ？待ってないやろ。あの、達人の空手家みたいに剣打ごみたいになってるんでしょ、ケツが。そうそうそう。このマシュマロ尻を知らねえ。帰ってきた。ああ、うるさい人が帰ってきた。え、じゃあ後で触らせてください。マシュマロかと。いや、いい、じゃあちゃんと確認してください。ケツ硬い同士がなんか言い合ってる。モンキーはいくら乗ってもケツが痛くならない。着いた。はいはいはい、到着。牛屋さん、うん、いいな、いいじゃない。バイク置き場もあって、バイク専用。はい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 、ライダーズ焼肉屋なの。到着。よろしいでしょうか。どうぞ。はい、ありがとうございます。しました。モンキーのソファーのようなシートが恋しい。うん、そうでしょう。ハープ京越しの武甲山。いや、原田くんが開けたんですよ。いや、後ろからなんか連れてたわ。さらに後ろから。
さあ有馬ダム、はい、出発。いやー、ここが噂の有馬ダム。よかった、何のところ写真撮るよ。じゃあ原田くん、お別れする前にそろそろエンディングいっとく。そうですね。何、今日は免れたと思ってたでしょ今。ねえ、そうですね。じゃあ張り切っていきましょうか。まあ、そんな感じでいきましょうか。じゃあ原田くん、はい、じゃあ原田くん、今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。原田くんとはこの先お別れしちゃうので、エンディングどうしてもしたいというので、はい。はい、あ、じゃあ今日はあれですかね、タイミング悪く赤信号なんですけど。ああ、いいです、いいです。今日はどれ、何が一番良かったですか、原田くん。俺、そう、俺か。ジェラートかな。ジェラート、ハナ、はい、ね、あのお店のお姉さんの雰囲気が良かったみたいで、原田くんには。あ、そう、もう、ね、すごくね、さっきずっとその話ばっかり。はい、うん、じゃあジェラート屋さんのお姉さんが良かったということで、はい、全員一致ということで。あ、はい、じゃあ今日はね、花さんでジェラート食べたり、牛屋さんリブロース、はい、まあ、あの4人で行くときはテーブル分けて座りましょう、はい、はい、ということで、小屋ちゃんもこれから長い道のり待ってますんで、はい、気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます。はい、それではこれで締めたいと思います。またね、バイバイ。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 